皆さんこんにちは。本日は保育士バンク就職転職フェアに行ったことがないよという方にフェアの魅力をお伝えいたします。私はフェアで運営スタッフをしております塚崎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私キャリアアドバイザーとして保育業界のお仕事探しのお手伝いをしている杉浦と申します。よろしくお願いいたします。保育士バンクのフェアは一言で言うと保育業界専門の合同説明会です。よく就活解禁と同時に就活生がビッグサイトなどで合同説明会に参加する様子がニュースで報じられますが、それの保育業界バージョンです。具体的には保育園はもちろん幼稚園、子ども園、放課後デイサービス、学童など保育士資格、幼稚園教諭の免許を活かせるお仕事を対象にしております。規模感にも違いはありますよね。私も初めて参加した時には80ぐらいのブースが立ち並ぶのかなという印象だったんですが、実際に参加してみると20ブースぐらいで非常にアットホームな印象を感じました。また新卒の方はスーツの方も多いのですが、中途の方はほとんどの方が私服で、いい意味でラフな印象も受けました。そうですね。実際、保育士バンクのフェアは小さい規模ですと10ブースぐらいから、多くても50ブースぐらいの規模感なので、アットホームというのはよくわかります。保育業界で働きたい方、すでに働かれている方、皆さん口を揃えてお話しいただくのは実際に働く園の雰囲気を知りたいということです。今はネットで多くの情報を得ることができますが、どうしても条件面だけしか見えてこないという面もあります。そこでこのフェアを活用される方が多いのです。実際のブースでは現場の先生の参加も多く、通勤についてや面接ではちょっと聞きにくいようなこともざっくばらんにお話をされています。毎回多くの方が初参加でお越しいただけますが、保育士バンクのフェアは1年を通して全国で開催しておりますので、ぜひお近くでの開催日程もチェックしてみてくださいね。では早速フェアの様子を少し覗いてみましょう。まず会場に着いたら受付表を書いていただきます。記入見本もありますので参考にしてくださいね。当日参加でも OK な気軽さが保育士バンクフェアの魅力です。ペン1本で参加できちゃいます。事前予約をするとさらに事前予約特典があるので、もちろん予約がおすすめです。お名前、電話番号、アドレスのみの簡単予約で20秒ほどで完了します。次に受付表の記入が終わったら受付に行きます。そこでスタッフから当日実施するスタンプラリーの説明を受け、スタンプラリー用紙とパンフレットをもらいます。そこで学生さん、中途の方を見分ける色札を渡しますので、見える位置につけてください。これで準備完了です。そのまま会場内を自由に見て回ることができます。どの会場に入っても入ってすぐのところにこのようなエリアマップがあります。私もスタッフとして参加するときにはどこを回ろうかなという方にはお声掛けをしてアドバイスをしています。実際に特定のお目当ての園がある方は2割ほどで、ほとんどの方がとりあえず来てみた、どんな園があるのかなという方がほとんどです。条件一つとってもお給料なのか、通勤時間なのか、休日の多さなのか、皆様何を重視するかはそれぞれですので、なるべく合う園をご紹介できるように心がけています。この規模感のフェアでおよそ30ブースがありますが、皆様平均で5から6ブースのお話を聞いていかれます。多い方では10ブースぐらいですね。我々スタッフもこのフェアでいいご縁が生まれるようにお手伝いさせていただきます。先ほど皆さんそれぞれ重視される条件が違うというお話がありましたが、実際会場でよく聞かれることはどのようなことですか？距離のお話が一番多いですね。例えば自転車で通いたいので、とにかくどこの園が近いですかっていうお話もあります。ただそれと同じくらい多いのが、人間関係がいいところでかつやりたい保育ができるのであれば距離や場所は問わないという方も非常に多いです。こちらは単に条件だけではないので難しさもありますが、その分ご本人も気づいていない合う選択肢をご案内できたときはとても嬉しいですね。具体的にはどんなエピソードがありますか？
小規模を希望されている方だったんですが、その理由を伺うと、お子様一人一人と向き合いたいというお気持ちからでした。そこでその方の選択肢には最初はなかったんですが、当日フェアに参加されていた放課後とデイサービスのブースもご案内してみました。そうすると、小規模以外でも子どもと向き合える選択肢があるんだなと気づいていただいて、嬉しそうにお話しいただき、私もとても嬉しかったです。学生さん対象の調査では、アンケートにご協力いただいた方の約4人に1人はこの保育士バンクフェアで内定先と出会ったというデータもあります。我々スタッフとしても嬉しいですね。そうですね、実際に効率よく企画しながら園のお話を伺えるので、求職者の皆様にとってはとても有意義だと思います。お友達とのご参加も大歓迎ですし、お一人でのご参加も大歓迎です。その他、今ご紹介したマップの他に資料コーナーもご用意しております。回るブースが決まっていなくても、資料コーナーでじっくり園を吟味できます。ブースに行くのに遠慮してしまう方も吟味しながら選べるんですね。自分の温度感に合わせて直接聞く以外の情報収集ができるのも魅力ですね。そうですね。ここまで保育士バンク就職転職フェアのご紹介をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。皆様とフェア会場でお会いできるのを楽しみにしております。お待ちしてます。